双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに双コンの参加者募集についてお知らせします。双葉町未来をつなぐ赤い糸実行委員会では、双葉の恋活婚活パーティー双コンを2月16日土曜日に開催します。今回の双コンは午後2時からいわき市錦町にある双葉町立学校体育館にてトークタイムやインディアカを行い、県営復興公営住宅なこそ境団地内カフェマルジュにて軽食を食べながらトークタイムを行います。参加費は男女ともに1000円で、対象は40歳ぐらいまでの独身男女、なお男性は双葉町に在住在勤の方に限ります。申し込み受付期間は1月31日までです。申し込み方法などは双葉町公式ホームページ広報双葉1月号をご覧ください。この件についての問い合わせ先は双葉町教育委員会教育総務課、電話 0246-84-5210 番までお願いいたします。続いて平成30年分公的年金等の源泉徴収票の発行についてお知らせします。平成30年中に厚生年金、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受け取られた皆様に、平成30年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする平成30年分公的年金等の源泉徴収票はがきが日本年金機構から1月中旬以降に送付されます。源泉徴収票は確定申告の際に必要な書類となりますので、大切に保管してください。この件についての詳しい情報は2月1日発行の広報双葉2月号に掲載されます。おしまいに双葉町の古文書整理についてお知らせします。2月10日日曜日午前10時からいわき市錦町にある双パークにおいて古文書の整理作業が開催される予定です。古文書が読めなくても初心者でも参加可能です。また半日程度の参加も歓迎します。作業内容は古文書のクリーニング、保存容器への古文書の収納、目録データの記述、写真撮影などです。一緒に双葉町の古文書の整理作業をしてみませんか。設営の関係上、申し込みは1月31日木曜日までにご連絡をお願いします。この件についてのお問い合わせは双葉町教育委員会教育総務課、電話 0246-84-5210 番までお願いいたします。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町役場健康福祉課保健師の砂場紀美子さんにお話を伺いました。
それでは今日のこの時間は双葉町役場健康福祉課から保健師の砂場紀美子さんにお話を伺います。砂場さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。さあ早速ですけれども、はい、まあ皆さんもね、日々インフルエンザのニュースは聞いているとは思いますけれども、はい、大流行してますよ ね。警報が出てますからね、ずっと、はい、そうですね。じゃあそのインフルエンザを予防するためには、はい、どんなことに注意すればいいのか先に教えていただいてもいいですか。そうですね、うん、よく言われている手洗いの励行であるとか、はい、外出時のマスクの着用というのは、まあ、これは必須という形でよろしくお願いしたいと思います、うん、はい、はい、必ずということですね、はいはい、もう予防というのはもうその菌を入れないってことですもん ね。ウイルスを防ぐと、うん、そうですね。その他には、まあ、環境を整えるとかいうことで、はい、インフルエンザウイルス自体が寒さとか乾燥が大好きなんですもん ね、はい、なるほどね。それを防ぐためには、まあ、室内あったかくするとか、うんうん、湿度をやっぱり乾燥しないというか、うん、そういうことが大事になってくるということもありますね。ね、最近はね、はい、湿度のためにね、そうですよね、加湿器を使ってらっしゃる方と、うん、 で、 ね、はい、でもタオル干しておくだけでも、そうですそうです、はい、タオル一枚でもね違ってくるし、うん、洗面器ちょっと置いとくだけでも違うので、昔のストーブだとね夜間置いとけましたけどね、あ、そうですね、本当ですね、そうですよね、まあ、今もお使いいただいている方も多いと思いますけれどもね、はい、うん、こうなったらバスタオルあたりでしょうかね。そうですね、大きくその方がいいかも、はい、まあ、洗濯物を室内干ししていただいてもいいですし、うん、あ、なるほど、そうですね、はい、なるべくこう乾燥しないようにご注意いただければということですね、はい、まあ、いろんな予防をしていてもどうしてもインフルエンザに感染することっていうのは、はい、うん、あるかもしれないですよ ね、はいはい、感染するとインフルエンザってどういう症状になるのか改めて教えていただけます。そうですね、うん、一般的には高熱とか、うん、関節とか筋肉痛とかの、はい、なんか全身症状というのが突然出てくるというのが、まあ、特徴的なんですけど、うんうんうん、まあ、その他にもやっぱり普通の風邪と同じように鼻水とか咳とか、うん、そういうのも出てきますね。はい、風邪かな、インフルエンザかなっていうのは最初は分からない可能性も、ちょっと分かりにくい時もありますよね。あ、という場合もあれば、もう急に高熱がガンと出ることも、はいはい、そうですね、特にそのどうかなっていうのが多いのは、うんうん、インフルエンザの予防接種を受けている方とかは、はい、まあ、熱が38度にならない場合もあったりしますので、どうかなとぐずぐずっとする場合も多かったりするようですね、うんうん、一般的に見ると、はい、予防接種を受けている方っていうのは少し症状が軽いということですかね。そうですね、そういうふうに言われてますよね、うんうん、まあ、はい、それも個人差もあるでしょうけれどもね。そうです、そうです、はい、そしてインフルエンザに感染したかもしれないなって思う場合っていうのは、はい、どういった行動をすればいいですかね。そうですね、やっぱり早めに受診というのが基本なんですけど、はい、まあ、受診をして検査を受けるっていう必要があるの で、はい、でこの検査なんですけど、うん、このインフルエンザの症状が出てからすぐでは出なかったとか陰性だったとかいうのも聞きますよね。聞きますね、はい、これがその感染してから12時間程度経過してから陽性反応が出始めるということなので、うんうん、まあ、ちょっとこうどうかなと思ったら半日ぐらいは様子を見るというのも必要かもしれないんですけど、まあ、でもやっぱりこう熱が、ね、高く出たりしたら早めに受診した方がいいようですよね、はい、そうですよね、はい、そうか、12時間程度だからもしかしたら感染してすぐ過ぎてわからなかったっていう方も、はい、そういうことが、ね、あるようです ね、 そ、 うですよね、その場合はもう一度受診するということも必要になってきますよ ね、 すね、はい、はい、じゃあご家族が、まあ、特にねお子さんや高齢者の方とかインフルエンザに感染した場合っていうのは、はい、どんなことに気をつけたらいいですか。そうですよね、うん、やっぱりこうなるべく接触を避けるということ大事なんですけど、うん、ですね、うん、まあ、でもなかなかねそうは言っておられない場合もあったりしますが、まあ、そうです、一つ屋根の下ですから。そうですよね、うん、でもなるべくはお部屋からこう出ないような生活をさせてあげるっていうのがいいんでしょうかね。それが大事ですよね、うん、それから、まあ、鼻水とか痰とかね、そういうものの処理するときにきちっとこう、はい、ビニール袋とかで、ね、うん、封じ込めちゃって処分するっていうことも大事かもしれませんし、うん、から
お母さんとかお父さんとか、うんね、当人じゃない方が外出される方はやっぱりウイルスを外に持ち出さないということで手洗いとかをきっちりしてからということはあるかもしれませんね。まあ、感染したことが判明してから、はい、外にお出かけにならないようにしていただきたいですよね。そうですね、治るまではきちっと ね、はい、はい、まあ、家族がインフルエンザですとね、やっぱ自分もかかるんじゃないかという心配もあるでしょうけどもね。そうなんですよね、うん、潜伏期間は1日か2日しかないので、うんうんうん、しかもそのウイルスをその感染、うん、外に出してしまうのが、はい、症状が出る前からでもウイルスが出るそうなんですね。なるほど、感染力があるということなので、すごい、うんうん、おかしいなと思ったらやっぱり外出控えるとかそういうこと必要になるかもしれません、うん、ねえ、はい、ウイルスが見えたらいいんでしょうけどね。本当ですよね、なんで見えないんですかねここでそれを言ってても終わらないですよねはい、はい、そうですよね、はい、ということでいろいろと伺ってきましたが、最後に町民の皆様が、はいはい、まあ、この時期にね、特に気をつけるべきことっていうのはどんなことですか。そうですね、それからもう一つね、ごめんなさい、感染したっていう時、うん、感染した方が家族にいるっていう場合も含めて、うん、はい、熱が出ると、うん、特に関節痛とかも伴っていると、はい、つい解熱鎮痛剤で使いたくなりますよね。そうですね、下げたくなりますよ ね、そういうのを、うん、一部の薬では、うん、インフルエンザ脳症を合併しやすいという、うん、可能性があるので、うん、それが分かってきているので、はい、自分の判断で市販の薬を適当な薬を飲まないことなく、うん、受診するまではちょっと我慢して、うんうん、っていうことは大事になってくるようです。わかりました、まあ、お医者さんですよ ね、脳症で亡くなった子どもさんもあったりしたので、いらっしゃいましたね、はい、うん、そうですね、じゃあ自分の判断で、はい、その辺にある薬を今の時期は特に飲んでしまわないことっていう方大事ですね。わ、ね、はい、かりました、はいはい、その他に何かありますか。そうですね、うん、今の時期は、うん、ノロウイルスとか、はい、そういう感じ の感染症お腹に来たりとかいう、うん、ありますね、種類の、ね、感染症もありますので、うん、やっぱり手洗いというのがどんな病気に対しても必要になりますので、うんうんうん、特に、まあ、高齢の方なんかは、ね、気をつけていただきたいと思います、はい、そうですね、ちょっとお水冷たいですけどもね、そこを我慢して頑張って洗ってくださいね、はい、まあ、お湯出るものもあると思いますけど、はいはい、ね、奥にならずにね、体大事になさっていただければと思います。はい、はい、ということで今日は健康福祉課から砂場さんに伺いました。どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。双葉町情報FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。